ここまで長い間私述べてきたんですけども、日韓併合に至るまでの歴史、これが我が国や朝鮮のみならず、要するに日韓併合というのは日本と朝鮮、この2国の間だけの話じゃないんですよ。その2国の話だけじゃなくて、この2国全体としての東アジア、東アジアを中心とする世界各国のさまざまな思惑、例えば清、例えばロシア、このようなさまざまな世界各国の思惑が複雑に絡み合ってるんですね。ということは、日韓併合に対してどの国が悪いや、どの国が被害者なんやということを簡単に述べることはできないんですよ。でさらに、歴史の評価というのは当時の国際世論の動向にも注目すべきなんです。どういうことなの？つまり少なくとも、ね、現代の価値観あるいは倫理観、このようなもので簡単に結論を下すものじゃありません。今言ったように、さまざまな当時の国際のね、国際的なさまざまな思惑が複雑に絡み合っているものを今現代の価値観や倫理観で論じられるものじゃ到底ないんですよ。逆にやっちゃいけないんですよ。だとすればいかな一国の総理大臣といえども、現代の歴史観からしか見ていない、ね、現代の歴史観を中心としてまとめた談話ありますよね。その談話には果たしてどのような価値が存在すると言えるんでしょうかね。まあ、もっとも日韓併合に関しては、私これまで日韓併合に至る歴史を今日ここまで話をしてきましたが、もちろん併合後に朝鮮半島やそこで暮らした人々がどのような運命をたどっていったのかに関しても当然詳しく調べる必要はあります。でこれは当然私の講座でも紹介したいところなんですが、いかんせん、今回も時間がありません。今回ですので、まあ、大変申し訳ないんですけども、今回は併合後の歴史については改めて紹介することにします。ただそれまでの間に、私がいずれ必ず行うであろう日韓併合後の歴史講座までの間に、日韓併合に至るまでの歴史の大きな流れ、その考察、本当に我が国は無理やり韓国を併合したのかどうかというようなことに関して、皆さんと共にさまざまな意見の交換ができればということを私は強く願っております。でそれをすることによって我が国の歴史観というのも構築されていくんじゃないかと思います。ただ単な一方的なものじゃなくてね、日本の立場に立った歴史観というのを我々は身につけていかなければいけません。まあ、そのために私はこの講座をやっているとも言えるんです。まあ、以上なかなかと、説明してまいりましたけども、第18回の歴史講座、日韓併合100年目の真実に関しては、日韓併合までの歴史を語るということで以上でお開きさせていきますが、この講座はいずれもこれからも続けていきます。これからも皆さん多数のご参加の方、よろしくお願い申し上げます。ご清聴長い間ありがとうございました。